こんにちは、ボイスボックスのことよみにゃです。今日はスイカゲームをやっていこうと思います。一人じゃ寂しいので誰か召喚しましょう。いでよ、我が下僕たち。よし。図書館にいたはずなんですけど。拙者は狩猟のイメトレをしていたのでござるが。あ、平沢さん中二寮ってよく分かってないやつだ、これ。突然呼び出してその仕打ちでござるか。拙者ござるでござるよ。立派な中二病でござろう。まあ何でもいいです。扱い。僕が呼ばれた理由は、ボイボリオールーキー祭に参加するための捨て子、助っ人です。今捨て子待って言いかけなかった。気のせいです。正直あなた方を呼ぶ気はなかったのですが、まあたまにはいいかなと思いまして。仲良くやりましょう、下僕ども。拙者思ったのでござるが、ニア殿。ことよみ殿。はい。ことよみ殿と呼びなさい。あ、はい。ことよみ殿の性格がバイト編と違うような気がするでござるよ。違ってないです、僕普通のニアちゃんです。あ、待って、中二さくらくんのプリセット設定ちょっと変更しましょうね。あ、はい。思い切り基本設定さえ違ってた、これでいいかな。はい、挨拶。こんにちは、ホーリーナイト紅桜です。まあいいでしょう。それではスイカゲームを見ていきますか。パズルゲームでいいのかな。まあ説明は不要かもしれません。同じ果物を融合させて進化させるゲームでござる。最終目標はスイカ。けれどスイカになったからといって終わりじゃないんだよね。もう一つスイカを作ることってできるのでしょうか。我が家ではスイカにすることさえ困難でして。感覚でやっているからね、ニアちゃん。ことよみ様。え、ことよみ様と呼びなさい。あ、はい。よし。ことよみ殿の性格がバイト編と違うような気がするでござるよ。違ってないです、僕普通のニアちゃんです。使い回しおつでござる。気づけば半分くらいまで来ちゃってる。おっと、やっぱり難しいですね。連鎖の音が好き。心地いいよね。もっとどんどん進化させていきましょうでござる。まずリンゴを作らないと。デコポンが連続できた。あとは柿。来たでござる。リンゴ完成。さて次は何を作ればいいんでしょう。梨を桃にしてみよう。レッツトライ。柿2つでリンゴ、さらにリンゴ2つで梨。柿が濃い。ダメそうでござるな。来た、さすがニアちゃん、運も実力の。草。大草原でござる。左端の柿だったらワンチャンあったのではないかとござるは思うでござる。まだだ、まだ終わらんよ。ペコポンが邪魔になってるね。やった。しかしここからどうやってスイカにつなげるでござるか。どうしましょうか、何か案がある人。本に忠実にある。進化のことなど少しも考えておらんでござる。私には計画性などという言葉はないのです。正直効果音が楽しくて遊んでいるだけですし。エラー&トライ。トライ&エラー。そうでしたっけ、カタカナ語は難しいですね。それより何より、もうこれはスイカは無理なのではでござる。まだだ、まだ終わらんよ。箱いっぱいになるまで勝負なのです。箱いっぱいになればゲームは終わりなのです。とうとうゲームの趣旨がないなっちゃった。前向きに諦めているでござる。次の私たちが何とかするでしょう。ここに柿を置いてみたらどうなるかな。欲しい。柿かデコポン狙いでござるな。どうして。諦めも肝心ですよ。だがしかし、箱いっぱいになるまではやりましょう。と言っていたら梨まで進化できたね。さらにスイカまで進化できたでござる。メロンだよ。おっと失礼。これはもしかしてスイカまでいけちゃうのでは。梨を進化させたいね。柿を進化させるのです。次もリンゴまで進化させるでござるよ、ことよみ殿。お任せあれ、このことよみにや、下僕たちの期待に応えてみせようぞ。リンゴを。欲しい。身動き一つしませんでござるな。こう、他のを進化させていけば動くのでは。柿が来た、これで勝つる。よし。次は桃まで進化できればパイナップルになって。パイナップルからメロンになればスイカでござる。いける、いけるでござるよ、ことよみ殿。やってやるです。私は平沢ボイボの代表、ことよみにや。何時間コントローラーを握ろうともスイカまでやってやるのです。うおお、やった。あー、やりました。お疲れ様でした。お疲れ様。これで図書館に戻れる。ござるも狩猟のイメトレの続きができるでござる。あ、拙者でござる。今頃思い出す拙者ござる設定。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さらばだ。